はい、始まりました。下回転。前回では下回転をかけるために絶対に必要なことをお伝えしたので、まだ見てない方はそちらを見てからこの動画を見てください。はい、次、下回転のステップに飛ばし方いきますか。そうですね。よくこれ教わる、ちょっと間違ってるというか、ちょっと違うようなこと、うん、実際に使ってみると分かる。短いサーブを出すときに、短い第1番。で、短くする。で、長いサーブ出すときは、一番手前、うん。で、相手も長く出す。これ違うんですよ、うんうん、やっぱり。これ、多分出してる方は。下回転の場合ね。下回転の場合は。できれば、もう全部、ここ。うん、近い方がいい。ただ、そうすると短いサーブ難しいんじゃないのっていう、多分皆さん思うと思うんですよね、大体。なので、ネット、はい、あると思うんですけど、はい、よくサーブ出ちゃうよっていう人、うん、やっぱ当然、下思いっきり切ると出ちゃうよっていう人がいると思うんですけど、これをやっぱ出さなくするために必要なこと、ネットがあったら、まずバウンドさせて、うん、まあ、頂点に来ますね、はい。で、頂点を超えて落ちてくる。その落ちてくるときにネットを越えてあげると。はいはいはい。この飛ばし方、これをぜひしてほしい。これ下回転も横回転も横下も全部一緒なんですけど。なので、まあちょっとやってみますけど。はい。はい、一般的な。一般的な下回転ですね。よく習うこの短いとこにバウンドさせて、ネットに近いとこにバウンドさせて、短いサーブ。そうですね。うん、うん、まあ、うまいからいいんじゃないって思っちゃうかもしれないですけど、これですね。おー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 、それ欲しいって言うと思うけどね。チャンスチャンスダメですよ、これは。いいサーブじゃないですからね。これ今行くともうパーンってチキータ、一発チキータがもうパチッっていかれてますね。じゃあ次、このできるだけ同じ場所に自分の台、自分に近いところ、低くなる、結局。ほんとね、近いところ。多分、ここにバウンドさせようと思って頑張らないと、台の半分より手前にバウンドさせられないんですよ、下回転。下取るんで、結局。下取って、ここに叩きつけるのって結構難しいんですよね。でもここに叩きつけるぐらいのタイミングで出してあげないと、多分ここら辺にも行かない。うん。普通に出すとここら辺行くんですよね。だから、ここ、気持ちここみたいな。そうです。まあ、それが第2回。2回。で出してる、この上からの切り方。上から。うんうんうん。結局、下から切ってるせいで、この、そう、ネットに。こうなる。ネットに近いところが出てしまう。うんではなく、やはり上から下から引いて、上から来て、それを使ってうわですね、うん、ああ、いいサーブ。今の低くて速くていいサーブ、しかも短いっていうコツというか、なんかあるんですかね、このやっぱりバウンドして飛んでって、で、この頂点超えて入っていく。やっと入ってくる、ね。頂点を超えて落ちながら入っていく。うん、ってやろうとすると、うん、ここに第一バウンドが来ちゃうと、そうだね。やっぱりどうしても上がって、一番高いところでこう超えていくからね。そうなんですよ。だから高くなっちゃう、結局、うん。っていうので、やっぱりできるだけ遠くにあった方が、そうですね。むしろ低くなる、うん、短くなるというふうにちょっとこう考え方を変えてもらって、ああ、いい。これがやっぱり。下回転の一番いい飛ばし方。最近のこうチキータがされない。そうですね。上からチキータされない。持ち上げさせられるっていうのがやっぱりこの出し方だと思う。チキータされるのはもう正直しゃあないけど。そうですね。バーンっていかれるのか持ち上げさせるかで全然違いますからね。大事なところですね。そして縦回転出す上では飛ばし方としてはこうじゃないと。そうですね。まあ、皆さんぜひこう覚えてください。ちなみに、はい、お母さんがどっから当てるとかって意識するんですか。こうやって、後ろあるときに当てるんですか、縦回転。こういう動きになってますけど、はい、そうですね、はい。
どこら辺からボール取ろうかな、切るときどこら辺からボール取ろうかなって意識とかされてます？そう、してます、してます。やっぱ一番切ろうと思うと、はい、このグリップの根元側。おお、そうなんだ。ここですね、ここ。そうだよね。はい、ここら辺ってことですよね。今の切り方で言うとそうなりますよね、はい。ここら辺でこうやって当てて。当てて、切ると。うん。やっぱ一番力が当たるところ、力が入るところっていうような感じ。まあ、力は入れてないんですね、実際に。手には力入ってないんですけど、一番。多分手首を今まで使ってる人って、ここら辺だと思うんですよね。そうです、先端側。うん、当たってるのが。うん、そうですね。グリップ側に当てて、こう切るっていう感覚をちょっと覚えておくといいかもしれないですね。これやってもらうと、モーションつけるときに楽になります。あー、モーションつけるときにここに当ててもらった方が一番楽になります。へぇ、先端側の方もたまに出すんですよ、やっぱり。うんうん、そのスピード出したいときは、あ、サーブにスピード出したいときはやっぱ先端側に当てます。分けるわけだね。4分割してますね、僕は。ラケット当てるとこ当てるとこ、あんま切らないときはやっぱこっちですね。あ、最も切らないときはここが、これここなんですよ。ここ、ここなんです、最も切らないとき。ここは、はい、ナックルとか。ナックルとか。へえ。で、上回転かけたいときはここら辺に使うですって。回転でこう使い分けて、だから正直なとフォームは一緒です。下の上も当てる場所が変える。切る早いの、切る早い下、ナックル、ナックル上回転と。まあ分かりやすいですよね。分かりやすいね。分かりやすいね。うん、なので、まあ、下回りに関しては切り方から始まり、体重移動、うん、で飛ばし方、飛ばし方と今言った当て方、当てる場所、切りたかったのと、うん、これだけ気をつけてやってもらえるとだいぶ変わるんじゃないですかね。次はじゃあ縦回転のナックル、ナックルいきますから、ぜひ楽しんでください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。 Stay high for the most of time. Meet a stranger, jump right in your climb. Waking up on your sofa. Next to half filled bottles from last night. I don't even know where we are. I'm naked.